こんにちは皆さん、万歳大家のチャンネルです。バンコク在住ワンルームマンション大家、略して万歳大家と名乗っているこのチャンネル、月曜日から金曜日まで毎日毎日投稿しています。バンコク在住と言いながら、ここはまたまたね、沖縄の那覇です。もうすぐ浦添になるのかな、北向かって走ってます。はい、ここは国道330号線、宜野湾の方にね向かっています。ま、今今日はね7月10日、時間は12時もう過ぎちゃって、あ違う違う、10時50分、11時ちょっと前、お昼ご飯に行こう、元ブログです。古島の駅の下を走ってますが、ちょっとね宜野湾のね、どうしようかちょっとまだ迷ってんだけど、ま、ラーメン屋さんです。そこでねいただきたいなと思ってるわけです。なんかね、食欲だけはねもりもりあるんです。この食欲っていうのはね、もう神様のお声ですからね。食欲あるときはね、お腹空いたなと思ったらしっかり食べる、これがすごく大切だと思います。体に悪いってご心配の向きもあるかもしれませんが、万歳大家はね、それでもねお腹は出るけどあんまり太らないんですよ。それで体調もいいですしね、お腹が空いたら美味しいものをたくさん食べようということでね、今からその場所に向かっています。330号線です。7月10日、またねめちゃめちゃ空の色が綺麗なんですよね、この沖縄ね。やっぱり気温も高いんです。その分ね、今もちゃんとねオレンジ色のタイのモタサイタクシーのね、バイクタクシーのベスト着て走ってます。まあその分暑いっていうのもある、長袖着用っていうのもありますから、ね、まあそれはねそういうこと言ってもしょうがないんで、これも夏ですから、ね、それでまたラーメン屋さん行って暑いやつ食べようって言うからね、何考えてんだかっていう話です。ここはもう浦添に入ったんじゃないかな。浦添のもう一つ向こうが宜野湾です。普天間のね飛行場とか普天間基地があるところですね。今から行くところも普天間基地ので、ね、襟普天間基地脇みたいなところです。それで今ねすごく気になってるのは、昨日もね夜中ずっと YouTube 見て勉強しました。夜中目覚めるもんですから、昼間寝たきり老人なんでね、夜中目覚めるんですよ。まあサンデー毎日なんでね、申し訳ない、そういうふうにしてるんです。そしてねこの前ダメだったね、リタイアメントビザの延長っていうかね、もう一回リタイアメントビザ取り直さなきゃなんないんですよ。そしたらそのリタイアメントビザをね、まあ、万歳大家の場合今までリタイアメントビザを持ってたっていうことなんで、そのデポジット預託金の80万バーツとかね、そういったことはまっさらでね、初めてリタイアメントビザ取る人に比べて幾分ね有利なアドバンテージがあるっていうか、そういった部分ってあるんじゃないかなと思うんです。そういったようなこと書いてありました。ただねすごく思ったんですけど、これからリタイアメントビザねバンコクで取る人、万歳大家が取った時なんか比べてね、これも大変な事態になってますね。まずね銀行口座をね先に用意して、それで日本円をね用意して、その80万バーツ銀行口座に預金しなきゃならないんですが、その銀行口座の預金通帳を作るのハードルがすごい高くなってます。それでね、その YouTube によると、ネットによると、クンシリ銀行だったかな、それも金利なしのね、そういったものしかない、まだどっかでできるところあるのかもしれませんが、そんなになったのかいっていう感じで、
それ以外のところはね、まあ、バンザイウェアが持ってるあの、まあ、メジャーなバンコク銀行とか、まあ、カシコン銀行も持ってるんですが、これはねあのそのままこれからリターメントビザタイ タイでねロングステイしたいんで銀行口座あの作らせてくださいって言ったら何が必要かな、ここのところは正確じゃありませんが声聞けますかね、このトンネルの中ですけど、あのアパートの賃貸借契約書が必要とかなんかそういったあの手続きが必要なんですよ。それでこのアパートの賃貸借契約が必要な時はなんかまた必要なものがあって、まあ、とりあえずちょっと話が戻りますが、銀行へ行ったら銀行口座はそのビザをワーキングパーミット持ってないとダメ、労働許可書銀行口座作れないと。それでリターメントビザ取りに行くときは銀行口座が必要だと、あ、まあ矛盾ですよ矛盾、そういったことがね行われてます。それでまああのいろんな人がねあのいろいろ調べて、それで君主に銀行だったかな、そこはあの金利なしで、それであの比較的簡単に作ってくれるところもあるようなんでね、そういった紹介もありましたが、それがまず大変、それとあとねまあ忘れちゃったんであんまり細かいこと言いませんが、とにかくねバンザイエアが取った時に比べて、あ、これはねバンザイエアも何でもバンザイオーヤはね何でも自力でやるっていうのは、自分でできることを何で人に、自分でできることは自分でやらなきゃダメじゃんっていう、そういうね、さらにあのそちらがお金かかんないんであればね、それも後押しになっちゃって、あれ何で来てもこないんだ、あまずくな顔に当たります。それで頑張るんですが、そういうの見てるとね、いやこれはもうさすがにねゼロからだったらバンザイウェアちょっとこれ取れないなと思いました。これはバンザイウェアです。皆さんあの、あ、雨降ってきた、聡明なお方とかあの気合いが入ってるお方はあの頑張って取れればいいし、取る方法はあると思うんですが、それで YouTube でねパタヤのジョブ系の方ですが、あの一人でできるもんっていうそういう動画をねあの上げてる方もいらっしゃいます。それで一人でね、それはパタヤの場合です。あ、ちょっと雨降ってきたな、ちょっと動画止めます。それでね夜中ずっとそうやってネットで調べたりあのいろいろあの見たら、バンコクは電話ですよ、これあの業者に頼むしかないな、業者に頼んでお金払って代行してもらう、その方が手っ取り早く、あのそれで楽です。それかねハイランドエリート別のビザを取るかね、それもまたすごいお金かかるんです。あのそれでタイランドエリートの場合確かね結構お金かかって、それがね掛け捨てなんですよね。あのリターメントビザの場合はね80万バーツ預託金でも、それはあのバンザイ、あ、その人のお金であってあのタイに払うわけじゃないんですね。80万バーツ戻ってくるんです。だからでもどうしても痛い場合はあのタイランドエリートで、バンザイオンエアの場合は、まあ、ラジャダに部屋買ってる持ってるんで、あの今度ねその申請するときはピンクのね外国人 ID、まあ、あの日本でいうマイナンバーカードみたいなものですね、それも持ってるんです。もちろんあのなんだあの登記書、自分の買ったお部屋 の登記書、不動産の登記書も持ってるんで、それもねなんかあのひょっとしたらあの有利になるんじゃないかなと、一応今度持ってくつもりです。それでねこれからバンザイオーヤはあのまたこれもバカなことしたなと思って、もうこれ後の祭りなんですが、あ、もうそろそろ目的地だな、赤ひげラーメン、この辺ねなんかラーメン屋さんが多いんですよ、何話してたんだっけ、でもいい天気だな、宜野湾地区大綱引き、うん、あるんだね宜野湾でもね、だから
のね、すごく大変で取れない。それでこれからまた2往復ぐらいするんです。そしたらね、1回申請し始めて、新規にね、2段目のビザで申請途中に国外出るとそれが無効になるんですよ。あの1回ね、バンザイウェアもあのリターメントビザをお世話した方がね、1回政府になってね、あのボイドってハンコ、無効ボイドってなったかな、あのハンコされてね、その人のパスポートを汚しちゃって、あ申し訳ねえなって、そういうことしたことあるんですが、あ それバンザイウェアもそういったことになると思うんです。だからそれはいかんということで、あの申請なかなかできない。8月11日がね、あの今度のリターメントビザの期限日なんですが、8月8日だったかな、それまで帰国してるんですよ。だからあの帰国して戻ってきて、まあ、チェンマイから来るんですけど、それはまた後で動画にします。大阪からチェンマイまでね行って、チェンマイからバンコクに来る、そういうあのチケットです。と珍しい、それも楽しみにしてるんです。それでね、あの8月の8日かな、そうするとあと数日しかないんですよ。そしたらね、14日間ぐらいね、期間がないとダメだって言うんですよね。だからね、そのチェンマイに入国するときに、そのリターメントビザのリエントリーパミットの入国じゃなくて、普通のね、30日の、普通のノービザのスタンプ、それで押してもらえないかって、そういったことも聞いてみる必要があると思います。ひょっとしたらこれもまた通り過ぎてるのかもしれないけど、まあとりあえずこうおしゃべりしてるので、それはそれでいいでしょうっていう感じで、そういうとってもややこしいことになってます。それで十何日か経ってから、またチェンワタナ行って、そこで90日間の3ヶ月のね、スタンプをもらうんです。それは一応あのロングステイビザ、あの90日間3ヶ月間のロング参加したロングステイビザなんで、あのリエントリーパーミット、シングルだと困るんですね。あっちたりこっちたりできないんで、だからあのマルチプルもらえないか、それもちょっと聞いてみたいと思います。というかね、そういったようなね、やることがねたくさんあって、これはまたまたさらにハードル高いので、うんざりです。本当に来ました、赤ひげラーメンさんです。あれこっちか、ここね、以前ね、あの朝戸の国際通りの朝戸側、あっちの方にねお店があったのが、ここに移転したんですよ。でも今ラーメン高いんですよね。ここもね900円なんですよ。高ー、ラーメンって高くなっちゃいましたよね。でもここ泊まってあったんで、ラーメンいただきます。それでは また後で。あ、自動車学校だ、この前ね。はい、着動しました。国に触れただけの大盛り、何もなしです。はい、そういうわけでね、なんかどん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 リタイメントビザのハードルが上がってきた。だからね、大きな目で見ると
少しずつね、そういったあの非移民なんですけどね、ノンイミグラントなんだけど、非移民、移民じゃないんだよね、ロングステイ。でもそういったようなものを全般的にやっぱ抑えつつあるのかなと。この前まで3、コロナ、コビットが明けて3月までね、タイにいらっしゃいということで、今まであの一般的なビザのスタンプは60日、それが90日だった時がありましたね、確か。それがこの前の3月になくなって、今また60日になって、で、あの入国のカード TM6、 あの青色の細長いのね、まあ、口で言っても分かんないと思いますが、それがなくなってといったようなね、そういういらっしゃいっていうのは、まあ、観光客いらっしゃいっていうことなんでしょうね。だからね、タイにあの長いことね住んで、まあ、中にはね、よからぬことをする人もいますからね。日本人がね、なんだ、特殊詐欺、その電話のかけ子って言うんだったっけ、そういったようなののなんかたまり場があったとかね。今他の東南アジアの他のカンボジアとかなんかそっち側に行ってるみたいなんだけど、そっちの方でもね、なんかそういったことがあったとか。この前ね、入国するとき、ついこの前入国したときもね、パスポートコントロール、イミグレーションのそこで待ってたら、一人ね、いかにもなんか白人の年取ったサンダル履きの、半袖半ズボンは当たり前かな、それもなんかヨレヨレのね、なんかやっと来ましたみたいな、ああいう人はもう来なくていいんじゃないみたいなね、そういったような考えになってんじゃないかなっていうような気がします。まあそれはそれでね、当たり前のことだと思うんです。そういったことを決めるのはそのタイなりタイ、日本なら日本の国のね、主権というか権利ですからね、それは当然なんですよ。それでそういったふうになるのかなと思います。だからまあ繰り返しになりますが、もしそういったハードルがね、さらにどん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 ね、80万バーツが100万バーツ、あるいは150万バーツでどんどん釣り上がっていくようなんであれば、万歳ヨーヤはラチャダにコンドミニアム持ってるんだけど、ちょっとタイに行く頻度をね少なくして、ベトナムでも行っちゃおうかねとかねベトナムだとホテル代がいるんですよね。ベトナムの部屋買っちゃおうかなって、なかなかね、それはちょっとね、まあ、これぐらい、もうこれぐらいにしておこうかなと思ってます。なんてことを考えてます。それで今日もね、朝方の YouTube ニュース番組見せたんですけど、ここのところずっとね、難民、日本にいる難民、移民難民、そういったような人たちの話題がずっと続いてますね。それはネットのそっち系のそういったものばかり見てるから、それが気になるのかもしれませんが、この前ね、川口市で警察、病院だったか、100人ぐらいね、まあ、トルコ人とクルド人っていう報道だったと思うんですが、それでネットの討論番組に見せたんですよ、ね、そしたらね、やっぱりその難民とか移民の擁護派と、いや、してくれるな派と、まあ、いるわけで、それで議論を叩かせてるわけなんですが、まあね、どうしてもね、たくさん来ると中にはね、よからぬ奴らが絶対混ざるっていうのは、これはもうね、避けられない。それでずっとね、人の国に長居して、それで迷惑かけてるのに、なんで我々ここにしちゃいけないんだなってことを言い始めたりとかね。まあ日本の場合はね、この話もね、よく話題になるんです。万歳オーヤもこうやってバイク乗りながらね、何度かこうやって話をしました。日本ってね、移民じゃなくて難民のね、数がめちゃめちゃね、諸外国に比べてめちゃめちゃ少ないんです。
そしたら、まあ、日本は島国だからあのヨーロッパみたいにね、まあ、ちょっと船乗ったらいけそうとかね、あのメキシコとかあのなんだラティーノあっちの方からね、あの中南米の方からアメリカに向かっていくとか陸続き、そういうんじゃなくて完全にねあのどっち向いても大きな海に囲まれてんだから、だから入りにくいんだから、だから少ないんだと。そしたらね、反対側の人、いや人数が少ないんじゃなくて難民の認定率がめちゃめちゃ少ない、率の問題、あのもう他の外国に比べても極端に少ない、これはねあのおかしいんじゃないかと。日本というのは冷たい国だってやというそしりをね、あの脱ぎ切ることはできないんじゃないかっていうふうに言うんですよね。だからもっと難民入れろっていうおっしゃりたいんでしょうかね。万歳よりは全然あのそういうのはね、あのそっち側じゃないです。やっぱりねその中でも話してましたが、日本にねあのこの前の難民法の改正がありますが、難民を申請何度も何度も申請してるんですよ。だけど 3回以上だ申請ダメだったら母国に帰ってもらえますっていう法律がこの前変わったんですよね。なんで悪用、その制度を悪用してる、海がきれい、制度を悪用してるっていうことでね、万歳よりはそれはそれで良かったんじゃないかなと思いますけど、なんでかって言ったらあのそっち側の人間なんです、万歳よりはね。人権じゃなくて、まあ、人権もちゃんとあのきちっとしてるとあえて言いたいなと思います。なんでそういうことを言うのかというと、これまだ先行ける、日本に来る人の難民の認定率が少ない、だから日本に争いに入るわけね。日本に来る人は難民じゃない、本当に自分の国にどうしてもいられない、そんなんじゃなくてちゃんと難民じゃない人もたくさん来てると。難民ではないのに人たちがみんな難民だ難民だって言い始めてるんだって言ってるんですよね。万歳よりはそれを支持してるんです。なんでかって言ったらまず島国ですよね、島国だから船か泳いでくるわけいかないし、走ってくるわけもいかないし、まあ、飛行機か船に移るしかない、ね、それで日本に来る場合は、まあ、陸続きだったらね、まあ、拉致事件は別だけど、まあ、拉致事件はこっちから出てった方ですけど、入国もしてるみたいだけど、海の近くまで船で来てそーっと入る密入国ですよね。でもそれはめちゃめちゃハードル高くてね、本当に今来て難民申請してる人たちのほとんどはやっぱりね船か飛行機で来てると、それじゃないと来れない、そういうことなんですよ、うん、でもそれにして少なすぎるし、難民の認定率が少なすぎるんじゃないかな、飛行機で来たとしてもね。そこでね、その方が実際のか言ってなかったのか、そこで万歳親もああふと思ったんですが、大体そういった人たちはねパスポートを持って正規で入国してるんですよね。今中には全部が全部そうだとは言わないですけど、だから中にはパスポートを偽造してとかそういった人たちもいるのかもしれない。大概ねパスポートを持ってきてると思うんですよ。それで飛ばすな、なんか他の申請もしないで国籍だけは母国の国籍は変えない、まあ、難民認定できなかったら帰化の認定もできないのかもしれませんが、そのあたりは全然詳しくないですけど、だからその母国でパスポートもらえる人って難民なのか、もらった後に難民みたいになる、そういったケースもあると思うけど、母国でパスポートをもらえる、あるいは ID もらえるっていうのはちゃんと認定された人ですよね。まあ政府に認められた人とかね、かそういう人が難民っていうケースってやっぱり少なくて当たり前なんじゃないかなと思います。
それで急にね、日本の場合はその地理的なこともあるし、急に政変が起きた、内戦が始まったとかね、まあ、この近くで香港みたいにね、もうこの国に入れられないって出てった人とか、そんな人の中には難民の認定がされる場合があると思うけども、大体ヨーロッパとかね、アメリカとかあっち側でその難民、あるいは密入国はパスポートないですから、そのパスポート持ってる人は日本に来ても難民になる可能性は本当に少ないんじゃないかなと思います。だからね、日本の難民の認定率は少ないと思うんですよ。それでいつじゃこれも動画で話しましたが、難民申請たくさん出てんだけど、それの難民の申請をね、判定する、日本人の判定する係官、その人の人数がすごく少なくて、もう短時間でね、この人が難民ダメ、この人難民ダメなんてね、それじゃダメじゃんという話を反対側の人たちはするわけですが、まあ、本当にね、ウクライナのね、仮難民というかね、の人たちいっぱい入ってきますよね。だから日本はね、そういった人たちを受け入れを拒んでるわけじゃないですか。その証拠がそのウクライナの人たちが何人も入ってる、ウクライナから日本に来る人たちは本当少ないと思いますけど、みたいなことで日本は別にね、門戸を完全に閉ざしてるわけじゃない。それでそれもね、万歳に癒やせればちょっとこう心配な部分はあると思うんですよね。まあ特定技能者制度、技能実習制度だったかな、そういったものもありますが、その中でたくさん来てるベトナムの人たち、ベトナムの人たちもね、その仕事を辞めちゃって、それで無職、なかなか仕事見つからなくて、ボドイとかっていうね、そういう兵隊っていう意味だったかな、なんかそういう悪いグループを作っちゃって、それですごい問題を起こしてる。今もそうじゃないかなと思うんですが、日本で犯罪を起こしてる外国人で一番多いのは中国人です。その次がベトナム人なんだそうです、それだけベトナムの人がたくさん来てるんじゃないかなと思うんだけど、やっぱりね、たくさん来れば中にはね、よからぬことを考える人はたくさんその分出てくるというわけで、さっきのバンザウヤのリターンドビザのタイの話もそうですが、今はね、飛行機や LCC とかね、出たり入ったりしやすいと。だからね、日本の中に難民申請出してる人も、日本っていいぞ、街は綺麗だし、食べ物は合わないかもしれないけど、それでね、生活保護があったり、福祉がすごく充実しててね、いいんだぞって、税金も払ってたりすることもあるんでしょうけど、ここに日本にしたら日本の自分の心地が良くてね、もう自分の国は帰れられない、汚いところには帰りたくないとかっていうのが出てくるっていうのはね、でそれがね、口コミでね、どん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 また日本にね、そうやって移民がどんどん増えてくる。で日本はね、やっぱりね、話はあっちたりこっちたりしてるようでは、筋は一つだと思うんですが、このイタリアとかフランスとかね、フランスはこの前のパリが大変だっていうのが先ほど話した通りですよ。あとね、スウェーデンって昔ね、めちゃめちゃ税金が高くて、それですごい福祉がね、手厚くて、国は綺麗で、本当に理想的な国だっていうふうにね、一頃言われてね、幸福度ナンバーワン。今ね、スウェーデンはこれもバンザイウェアが見た報道によるけど、なんかひどいことになってると。まず女性に対する性犯罪が世界でもトップクラスだ。それね、あと治安がすごく悪くなってきてる。それなんでかって言ったら、やっぱりね、移民の人たちがそういったことをしてるということです。もうヨーロッパなんかね、もう宣言協定で EU のね、中入ってしまえばどこ行くのが自由。イギリスがブレグジットって、ブレグジットって言って、EU から出ちゃいましたよね。
あれは万歳ユーヤはいつでは話したのはシティっていうね金融街があって、まあ、そこがねちょっと一筋縄ではいけない場所で悪い噂もあったりしてね、それでポンド決済、ポンドっていう通貨、それをね、まあ、昔からイギリスはポンドだったらしいけど、それ以上なんかそのポンドを守りたいとかね、その EU に渡すお金が高すぎるとか、そういった話はしたことあると思うんですが、やっぱそれとね、やっぱり外国の人たちがたくさん入りすぎた、それで国柄が変わってしまう、それをねもう一つの理由としてね、ブレグジットになったって、それはね分かります。イギリスも島国ですからね、まあ、ドーバー海峡 のドーバートンネルだっけ、ドーバー鉄道か、フランスとね行き来はすごく気軽にできるんだけど、それはね、まあ、日本もね同じだと思うんです。まあ、ずいぶん昔の話になりますが、日本は鎖国をしていた国なんですよね。で、長崎に出島っていうねオランダ人だけが住んでいてね、それでイエス・キリストカソリックがすごく布教してね、九州の方でね、それで宣教師の人たちがいっぱいキリストの伝道、そういうねそんな悪いことじゃない、宗教を広めてんだから伝道師っていうのはそんな悪いイメージないけど、実はね日本人の女性をいっぱいヨーロッパにね連れて帰るしか、買って帰るっていうかね、それをなんかとんでもないね、ことをしてたっていうね、そういったようなことも明るみになって、うん、それを知った当時のね、その時の政権がこれいかんっていうので、キリスト教を迫害の対象にしたわけですよね。だから訳なくてそういうことをしてるわけじゃないんですね。白人をこれ以上入れるなと、白人これ以上入れると大変なことになる、昔の人もやっぱそう同じようなことを考えてたと思う。万歳ユーヤはねやっぱりそっち側のね考えです。それで、まあ、いろんなビジネスとかいろんな点で日本も外国行ってるし、万歳ユーヤもタイ行ってるしね、そんなんであればなんか悪いことしたらそこを国に帰ってもらいますね、そういうのをはっきりと決めて、もう猶予なしでね、もう難民申請3回4回5回6回、そんなんじゃなくてもうダメだったらもう帰ってください、それでこれも言いましたが、そういったような人たちを面倒見るのはやっぱ国連でありその国そのものなんですよね、その国の大使館なんですよね。そういったようなことを強く思ってたらニャゴちゃんコーナーになってしまいました。ニャゴちゃんコーナーに入ります。ごめんなさい、いつも似たような話ですね最近ね。万歳ユーヤに撫でられるのでした。ニャゴちゃん、なんぼでも投げてあげるよ、餌あげなくてごめんね今噛もうとしたね、バイバイ。 Bye-bye.